はい、なおたんです。こんにちは。こんにちは。今日はですね、敬老の日発祥の地、兵庫県高郡高町の方へね、行きたいと思います。知らんかったね。あ、知らんかったね。あの前もね、高町はね、中谷町公園とかね、ウォーキングで訪れてますけれども、前回の高町の道の駅と、はい、キャンプの様子はまたご覧ください。はい、で高町はね、はい、兵庫県のちょうど真ん中で、はいはい、西脇市のお隣です。あ、そうですね。全国的に巻き寿司で有名になったところです。はいはい、はい、では行きましょう。行こう行こう。八千代コミュニティプラザ、ここのね、前に敬老の日ですよ、提唱の地ね、こういう日があります。うん、はい、最初は9月15日やったのね。あ、そうか。次行くのは、はい、エアレーベン八千代さん、はい、お豆腐をね、作っている施設なんですけれども、2022年の8月にね、はい、リニューアルオープンされたんやって。はあはあ、お豆腐は売ってるのがもちろんのこと、はい、豆腐作り体験とか、はあ、ヨガ作り体験とかできねえって。へえ、じゃあ美味しい豆腐食べれそうやね、ほんとね。イアレーベン八千代さん、駐車場はね、こんな感じで、まあまあの台数止めれます。こんな感じ、おしゃれ。自家製豆腐って書いてる。うまいわ。入れてみますか。行ってみよう。はい、お野菜がいろいろありますね。ニンニクに、お茶、じゃがいも詰め放題、550円。うん、本日のお野菜ラインナップ、こんなん書いてくれてる。あ、さすがリニューアルしたところ。あ、綺麗な。うん、ドライフルーツ、マンシュー豚、あ、来た、これですよ、これ、ね、マイスター工房さん。あ、巻き寿司ね、ここでも売ってるんだな。うん、1個買って帰りましょうか。買って帰りましょう。まあ本数はそんなにいっぱいでね。1日20個あって入荷日、この買ってない、木、金、土、日。お豆腐、入れるが綺麗かな。どっち買う？あ、冷ややっこする。あ、冷ややっこはいいな。まだ梅さんは結構値段だけど美味しいっていう。パッツのあるやつか。疲労すごい美味しいってね、評判らしいよ。これ買ってみたいな。このまま温めて、そのまま味付けて書いてある。じゃあこれ、はい、クラーゲンも分厚いよね。うん、百日鶏も、あ、売ってるわ。うん、すごい。クラーゲン、うん、こっちでカップで売ってるんだ。うん、ソーセージも鶏飯また。うんうんうん、これな、これ家だよな、作れるもんな。そっちで豆腐ソフトクリームとか。あそこか。ああ、ほんまやな、リボが見えてるな。ここですね。あ、手作り豆腐販売、手打ちそ、あ、手打ちそばもさせてもらえるの。へえ、そうね。うん、新聞豆腐人一人につき3丁と生湯場やって。あ、ちょっとね、4名以上やから。そうやねんな。あ、ちょっと個人でね、申し込むのは難しいかな。うん、うん、氷ね、入れてくれました。ね、無料でね、豆腐って豆腐とかね、うん、買うのには助かりますね。はい、はい、じゃあ次行きますか。行こう。はい、マイスター工房八千代さんね。ここはもう全国的にね、有名になったから。有名になりましたからね。うん、だからなかなか当日はね、巻き寿司が買えないことがあるよね。はい、今日は平日でもね、ちらほら止まってますね、やはり。うん、営業中で出てるわ。出てる。こちらがお店です。新型コロナ感染予防のため予約販売とさせていただきますって書いてる。やっぱり
山田錦発祥の町鷹の道の駅でもね、置いてることがあるので、はいはい、帰りちょっと寄ってみて、あればラッキーということで。そうね、うん、はい、今からね、食事行きたいと思うんですけれども、はい、今日行くところは前回お邪魔したね、道の駅で、うん、写真ね、インスタグラムで上げたら抽選でね、お食事券当たるというやつを応募して、見事にそれがね、当たったみたいなんでね、そうなんです、それをいただきに行きます、うん、こちらは道の駅のイベントだったんですけれども、はい、高町さんの方でも今敬老の日にちなんだ写真であるとか、うん、棚田の写真であるとか、うん、それをインスタグラムで投稿すると、はい、いろいろプレゼントいただけるっていう、はい、これは9月までのイベントなんですけれども、はい、年間通していろいろされてるんで、腕自慢の方もおられるやろうから、うん、だからぜひとも高町のホームページにも案内ありますので、ちょっと調べてみてください。はい、はい、あー着きましたよ、杉原上の里高、21度やで、涼しいな、いっぱいじゃない。レストランシャルマン、昔大学にシャルマンに車あったけどね、シャルマン定食、これをいただきます。コリコレ、美味しいの、そうですね、うん、すごい、シャルマン、フランス語で、うん、素敵っていう、ああ魅力的、チャーミング、すごいね、美味しそう、いい匂いだね、いい匂い、ご飯と、うん、いただきます。なんかテレにつけるんじゃないの。いやー、そのままでも美味しい、あ、そのままでも美味しい、うん、カリッとした皮の部分、うん、美味しい、ポン酢が、あ、ポン酢なの、うん、さっぱり美味しい、美味しい、美味しい、うん、100日より最高、うんうん、つけへんかったら余計鶏の美味しさが塩味だけでもよくわかる、ね、あ、ポン酢つけたらまたさっぱりとして美味しい、うんうん、で地鶏やけど硬すぎへんのね、うんうん、せやけど柔らかすぎるわけでもないし、うん、なんて言ってんの、ジューシー、美味しい、お醤油これ今通ってきたよね、前、うん、買ってきたね、お醤油屋さん、うん、この足立醤油さんのでお豆腐食べよう、はい、ね、これもね、一点買ってみよう、うん、あ、美味しかったね、ほんま、美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった、注文してる人9割以上ちゃうかな、あれ、そんなことはない、いや、周りみんなもうシャルマン定食食べてましたよ、ね、まあまあまあ、あちこちでジュージュー言ってたね、ぜひともね、来る機会があったらね、いただいてみてください、美味しいです、本当に、はい、はい、で、次行きますところは縁側ゲームショップ、アマンジャコさん、古民家でね、カフェとかパン屋さんとか最近、うん、あるね、あるでしょ、はいはい、ゲームショップはなかなか珍しくない、古民家のゲームショップすごく興味があるんでね、うわ、本当だ、デザートいただきましょうか、お腹いっぱいなんだけどいただきましょうか、ワッカさん、すごい評判のお店みたいらしくて、ジェラートとソフトクリーム、牧場の直営のね、はい、お店らしいんですけど、ジェラートよりもね、ソフトが好きなんで相方さんは食べれないんでね、すいません、私、はい、冷たいものがちょっと私のつまみような感じですけど、はい、これで500円かな、550円かな、うん、ちょっと量がすごいわ、こちら店内は撮影禁止みたいなんで、はい、お庭で撮ってます、なるほどな、あ、本当、うん、美味しい、芝生エリアは、あ、ドッグランなんだ、いただきます、はい、あ、なにこれ、うん、めっちゃ美味しいやん、うん、ジェラートも見たけどさ、なんかね、空気すごい含んでてふわふわだよね、見た感じ、うまいな、これわざわざ遠くから食う価値あるわ、うん、うん、
縁側ゲームショップアマンジャコさんに来ました。駐車場はねこんな感じでここはゲームショップとは誰も思えへんけど面白い。ゲームショップに合わせてエイペックスの T シャツ着てますよ、はい、なんか天使さんもねエイペックスの動画上げてますので、はい、対抗して。リュウくん4歳。リュウくん、リュウくん、リュウくん、こんにちは。こんにちは。お昼寝中やったね、ごめんねごめんね。すいません。はい、こんにちは。あ、すいません、中撮影させていただいてよろしいでしょうか。はい、すいません。はい、靴脱いでね。うわー、すごいな。すごい、もう和室のその違和感もまた楽しいな縁側がある、縁側のゲーム、うん、ここにあるわ。あ、ほんとや、ファミコンがあるスーパーマリオ。1983年。そうよね、子供らがハマってた頃がちょうどマリオの64の頃やん。そうそうそう、うん、ジャンプせんのが死んでしまうな、うん、ういあ、できてるやん、ちゃんと一応ね。今でも毎晩毎晩ゲームしてるよ、ね、そうそう、今はね実はね、なんかゲーマーなんですよ。いや、ユブはダーツじゃないですか。デューン、デューンっていう、あ、こういうスタイルでしょ、確かに。なんか刺さってますけど、まあなんかこんなんがね、あのすごいな、なかなかすごいね、ダーツが縁側に、うん、リュウくん、ほら、リュウくん寝てるのに、うるさくしたらダメ、ね、みんな先住くん入れたよね。あ、こういうね、ハードの懐かしい。これスーパーフォニック、あー、64なんか、あ、ほんとや、リュカちゃんや、リュカちゃん、リュカちゃん人形や、なんか部屋すごいで、うん、あ、そうなん、うん、普通のリコちゃんともっと違うわ。髪の毛がさ、うん、すごい豪華、すごいお試しコーナーって、うん、すごいな、ゲームセンターあるような、インベーダーゲームやな、これ。いやー、ほんとや、すごい、こんなんは喫茶店に置いてあったな、こんなんねこれ関係ないけど昔はね、買ってよ、ビデオ見たらこんな感じね、うん、ネットでね、こちらのお店と取引して、うん、それですごく気に入って遠くからね、こっちに来る方多いらしい、ね、いや、もうなんか最新のソフトもね、販売されてるみたいなんで、スプラトゥーンかな、うん、いよいよ明日出るんかな、3が、うんうん、昔の漫画なんじゃない、うん、ソフトもかなりね、売ってみたい、ね、アマンボーセレクション、おすすめ品なんね。そうなんや、うん、雨まで入ってるんですよ。あ、すいません、ありがとうございます、はい、みんなもらえない、すいません、大人ももらっていいですか。はい、あ、 いや、あそこも見て、お水を用意してくれたはね。あ、すごい、うん、あ、じゃあもう割と気軽に見学で入らせてもらってもいい感じですか。はい、そうです。リュウ君ありがとうございました、失礼します。恵比寿屋菓子店さん、はい、明治28年からねされてる老舗なんやけれども、はいはい、和菓子と洋菓子と両方されてんのよ。へー、すごいね。すぐいただいてみましょうか。はい、うん、和菓子から洋菓子までね、うん、おばあちゃんからね、もうお孫さんまで一つの店で、紅白饅頭はね、この俵型のこれと同じ形ので、うん、でこれも毎日ね、ふかして作ってられるらしいよ。エクレアすごいおしゃれな、イチジクのタルト、店員さんがさ、すごくどの方もさ親切やって、商品説明がすごく丁寧で、うん、分かりやすいやん、うん、日持ちが何日するとか、たくさんいてはってんけど、うん、どの方もすごい親切やったよね、うんうん、まあ高町行ったらね、寄ってみてください、うん、美味しいわ、駐車場もたくさんあるし、うん、滑らかなチョコ、うん、美味しい。
敬老にちなんでね、彼岸花をね見に来たんですけども、高千穂麻光の万寿下げの里、お彼岸から9月の末ぐらいまでね、彼岸花が綺麗な頃はここをね貸していただける。でその頃になると駐車場こちらですっていう案内の看板も出ます。ただここね本当に民家のところなんで、絶対に路上駐車はしないでください、はい、行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、ここの珍しいのは、普通彼岸花って赤やねんけれども、うん、赤以外の色があるらしい。そうなんですか。今日はね、はい、ちょっと早すぎるんやけど、赤以外の色が見れるかどうか。待って、間違えろ、うん、赤い色が綺麗、綺麗な、住んでるな、うん、その黄色そろしちゃうの。そうや、黄色や。あ、ほんまや、咲いてるわ。咲いてますよ、これ。これですね、彼岸花。彼岸成就やな。綺麗、咲いてる。あ、これね、うん、今、竹の柵してるでしょ。はい、あ、これね、はい、ここがね、真っ赤になるんだって、中が。ああ、想像しとこう。ピンク初めて見た。へえ。ピンク終わりかけやね、こっちの白も。じゃあピンク、黄色、赤なんかな。なんか水晶がある、うん、あ、でもあれ黄色いっぱいが咲いてるわ。あ、ほんと白、白がある。あれ白か。白やね。これその周り全部まだつぼみだわ。あ、ほんまや。これがなんだ。あ、ピンクかな。分からへんな。真っ赤な彼岸花のおバッグに着物なんか着たら最高に可愛いよ。まあね、若い子はね。おばさんでも後ろ姿やったらなんともなるかも。もうその彼岸花行くよ。あー、いいね、両方ともいな方が。もうちょっとしたらもう新米食べれますよ。なんか勘違いしてるな。おじさんか、おかしなおじさんか、通報されるわ。ありましたよ、赤が。赤がまたつぼみやね。うん、田んぼのね横にもいっぱい咲くと思います。もう1週間ちょっとかな、動画上げたぐらいにはねかなり咲いてると思いますので、見に来る方はね楽しみに。すいません、これ赤白黄色万寿下げ彼岸花って、うん、万寿下げって彼岸花のことですか。そうよ。はい、一つ勉強になりました。なるたれ全然知りませんでした。はい、今日はね高千穂を楽しみましたけれども、はい、最後まで視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そろそろ敬老かでね、はい、経路と経路をかけてなね、うん、ふーんでは晩ご飯です。普通のお寿司と比べてボリュームがすごくて、うん、関西にしては具の味が濃いやんか。あ、味濃いですね。でもこのきゅうりでさ、うん、さっぱりしてるっていうことで、うん、美味しいよね。いただきます。割と切り干しの間にもしっかりしてるね。うん、美味しいわ、うん、冷ややこに合うわこれ、うん、うん、いきます。中の具が多いからね、うん、まあ一口でいかんと、うん、いきたいところですけど、ほんと食べ応えあるよね。うん、うん、すごい。ひじき入ってるし、他にも何か入ってるな。じゃあ行ってみましょう、私はね、うんうん、あ、美味しい、うん、食べ応えある。すごいボリュームやこれ、うん、軽くね薄味ですけど、ついてます、うんうん、これ、私はこれぐらいでちょうどいいわ。いや、ほんで美味しいわ、うん、いってみてくださいね。はい、はい。